アンドリュー・エス・タネンバウムはオランダのアムステルダム自由大学のコンピュータ科学の教授である。コンピュータ科学のいくつかの教科書の著者として広く知られている。タネンバウムはアモエバという分散オペレーティングシステムを開発するプロジェクトで大きな役割を果たしてきた。またタネンバウムはミニックスという学習目的のユニックス系オペレーティングシステムの開発者の一人である。 2004年のアメリカ合衆国大統領選挙に際し、www.electooral-vote.com というウェブサイトを立ち上げ運営している。タネンバウムは自分の一番重要な仕事はコンピュータ科学を収めた優秀な学生を多く育てることだと考えている。タネンバウムはアメリカ合衆国のニューヨーク市で生まれ、 ニューヨーク州のホワイトプレインズ市で育った。マサチューセッツ工科大学で学士号を取得し、カリフォルニア大学バークレー校で1971年に博士号を取得した。その後、タネンバウムは妻と共にオランダに移住した。タネンバウムは現在もアメリカ合衆国の市民権を放置している。2006年現在、タネンバウムはアムステルダム自由大学で、 コンピュータアーキテクチャとコンピュータネットワーク及びオペレーティングシステムについて講義し、大学院博士課程の学生の研究を監督している。また2005年まではオランダのアスックの学部長を兼任していた。タネンバウムは IEEE、e、のフェローであり、また悪夢のフェローでもある。タネンバウムはコンピュータ科学のいくつかの教科書の著者及びミニックスの開発者として、 広く知られている。タネンバウムが表した教科書はそれぞれの専門分野の定番の教科書として有名である。主な教科書は以下の通りである。オペレーティングシステムズデザインインプラメンテーションではオペレーティングシステムの設計と理論を説明し、OS の実装をミニックスを例としてそのソースコードを掲載して説明している。タネンバウムはミニックスの開発で 中心的な役割を果たした。ミニックスは OS を学ぶ人向けの無料で利用できる OS である。ユニックス系 OS であり、設計方式はマイクロカーネルである。リーナストーバルズは、戦術の OS の教科書の一つ、オペレーティングシステムズ、デザインインプラメンテーションとミニックスに強く刺激を受け、これをきっかけとしてリナックスカーネルを開発した。リーナスは、 自助伝ジャスト・フォー・ファンで、その教科書について、僕を新たな高みへと引き上げてくれた本と述べている。タネンバウムは、リーナスとの間で、ユスネットで、マイクロカーネルなどについて、議論をしたことが、広く知られている。詳細は、アンドリュー・タネンバウムとリーヌス・ストーバルズの議論を参照。現在は、リーナスとタネンバウムは、良好な関係にあるようである。リーナスは、 自分とタネンバウムとは対立しているというような誤解をされることを望んでいない。タネンバウムは現在、リナックスでマイクロカーネルを採用しなかったことについては残念に思うとの立場を変えていないものの、マイクロカーネルのこと以外については、リナックスの優れた側面トリーナスの業績を肯定的に研究することが多い。タネバウムが設計と実装に大きく関わっているアモエバは、 マイクロカーネルの設計方法に基づいて設計され、実装された。2004年に、タネンバウムは www.electoral-vote.com というウェブサイトを立ち上げた。このウェブサイトでは、2004年、アメリカ合衆国大統領選挙において、世論調査の結果を分析して、選挙人団を選出する選挙の結果を予測した。 このサイトはまた選挙に関する地図を作成し提供した。この地図はいくつか意外な分析結果を示し、選挙について人々が議論するときにたびたび言及された。多年バウムは選挙期間のほとんどにおいて、このサイトの主催者が自分であることを秘密にしていた。このサイトではザ・ボトマスターという名前を使い、個人的にはケリー候補の方が好ましいとの見解を示していた。 2004年11月1日にタネンバウムは、自分がザ・ボトマスターであり www.electooral-vote.com を主催していること、民主党の支持者であることなどを明らかにした。また、このウェブサイトを立ち上げ運営している理由と自分の得意分野についても述べている。2006年の中間選挙に際してこのサイトは、 選挙結果の予測を行い、上院議員33人すべての当選を正しく予測した。2008年には大統領選挙、上院議員選挙、下院議員選挙について選挙結果の予測を行った。ユスネットでのリーナスとの議論、リーナス・トーバルズとの議論が収録されている書籍。ありがとうございます。